ってやっぱり普通にやってるんじゃないんだよな、その一回一回全部それ反省するの。反省してますね。あ、そうなんだ。悪かったか。なんかその、うん、こういうところだと後で見返せるじゃないですか。それだとそのダメだったところとかが分かりやすいですけど。あ、反省しやすいから。でもその配信ばっかりじゃないんで、なんかそのプライベートで打ってる時とか、うん、そのリーグ戦とかでも分からない時もあるんで、あれがどうだったのかなみたいなのは。それは何、勝っててもダメなの。勝っててもダメですね。あ、そうなんだ、うん、勝ってても反省点はありますね。だからさっきの親番は、うん、あのラス前は良くなかったです良くなかったです。あ、俺たちはただ良くないとかいいとか大きなそうじゃないね。いやいや、大きなそうだって、いや、本人が本人がそう言ってんだから自分の麻雀です、自分のでも構わないじゃない。まあまあ、いや、でも構わなくないんだよ、プロになると、うん、なんかそのプロでやってるんでね、一応その勝ったら一応 OK なんですけど、勝てなかった時にこういう内容だったから良くなかったんじゃないかみたいな、なんか言い訳ができちゃう状態が良くないから、やらないとそういうね、そりゃそうだな。なんだってよ、じゃあ俺たちも反省しながらやろうぜ。じゃあ反省したことはないけど。反省かい、うん、めんどくせえな。めんどくせえな。まあ打って楽しきゃいいやな。まあでも楽しい。ということで、はい、じゃあもうやりましょう、もう一回やりましょうか、ね、やりましょうか、はい、ね、ブーさんが親です。そう、ブータン親、はい、で親になりました。あ、ごめんごめん、手が短いのにな。はいはい、タカさんいいピンです。ドラ、ドラはいいピン。丸いやつ、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 でっかい丸いやつ。小銭ですね、一品は、うん、いや、小銭じゃの。小銭です。キューピーはマヨネーズ。マヨネーズです合ってます。赤いの、赤いの、赤いな。いいですか、もったいない。赤いの好きじゃないの。赤いないんだよ。じゃなくて、いや、赤いのないの分かってるけど、必ず1個くれるとかってそういうないかね。ないんだっちゃうのさ。何、先手払って、うん、先手払ってもいいよ。いいですか、先着で払いますか。いや、赤は、うん、5000点棒じゃないか。5000点、そんなに高い、うん、だって積もったらさ、うん、リーズもなんかマンガンからみたいな感じになるじゃない。その1個でマンガンになるもんね。うん、って考えると積もられた時に悔しくないようにみたいな。え、5000点払って上がれるかどうか分かんないのに、うん、で他に払う、積もられたら払わなきゃいけないんだよ、うん、え。ちょっと考え、でも高いからいいんじゃない。あ、そうですね、うん、だから外は入らないじゃない、うん、赤がなくても高いとはだってあるやん、ね、うん、いや、だからその、人とか、ちゃうよ、あの、ちゃうよ、欲しい人はもらうじゃん。うん、この手で、いいピンくれよ。あれ、いっぱい見せてくる。これ全部見せつけてくる。ここがね、引っかかる。これが引っかかるんだ。そうなんですよ。余分な引っかかるのったに。手は長くても。ブクブクにしすぎてる。なんと、なんか難しい牌引いたな。ってこと、俺らあれだな、反省するのがすごい多いんだな、きっと。いや、そんなことないですよ。だって、そう？なんか切ったやつがいっぱい来るっていうだけで、なんかその、なんだろうな、悪いかどうかわかんないじゃないですか。うん、だって、なんかこういう一枚切れのなんかペーとか来て、ペーペーって引いてもしょうがないじゃないですか。うん、みたいな感じです。あ、使い方がダメってこと、打ち方っていうことは。いや、なんかダメな時は何やってもダメじゃないですか、うん、だからそれがその反省するところがあるのかないのかみたいな感じですよね。なんか具体的に何がダメかっていうことじゃないか。そうそう、だからイーマン切ってイーマンイーマンってかぶったのは別にダメじゃないじゃん、だって、うん、誰でもあるじゃん、あ、みたいなことですね。あ、なんかそれがそのイーマンがあれば、なんか3色とか1通とかがあるんだったら、じゃあその今は取れたかもねみたいな話なだけで、なんか、あ、基本なんか、うん、積もってきたものに対してなんかこう恨めった時はダメかどうかは微妙なところだなって思います、うん、私は、まあ、人によってはそれもミスっていうかもしれないですけど、あ、全然結果論協会だったらミスじゃん。
なんか手紙云々っていうより判断の方だよね。そうそうそう、うん、なんかここで自分がなんかこう相手の親をこう裁きに行かないといけない局面だったのに、なんかそのそれができなかったとか、そういう方が反省になるかな、うん、あ、裁くのそれ難しいな。そうなんですよ。なんかその裁くってことは自分が本手じゃないわけじゃないですか。赤もなくてドラもなくてとか、なんかそういう時にこう不用意に前に出る方がいいのかどうかっていうのも、なんか人によって判断が違うかなみたいな気はしますね。で来るかどうかも分かんないけど、それをだから来てその通りに打てなかったからやばいって、あれ、うん、あ、テンパりましたか。いやまだテンパイじゃなくて失敗した、うん、パイ違いですね。なんだこれ、さっき加藤さんが上がれるようにまずまずしてたのに流れを変えろっつって。そう、テンパイじゃない、失敗だよ。お、うまいことを、しゃれたね。しゃれたことを言いました。年に1回しかないからね、これ。そうなんですね、うん、珍しい。じゃあその1年に1回お目にかかれたってことですね。珍しい瞬間に立ち会ってしまった。相手なんだよこの着方。こういうの反省じゃないんだ。反省じゃないです。じゃないんだ、反省じゃなくて下手なんだねこれ。いや、まあ、うん、指運がないっていう感じですかね。ああ、うん、なんか、うん、運がないな俺は。うん、あ、リーチ、あ、運があんのかな俺。あ、でも上がれなかったら運がない。2枚目のトンだ。失礼します。ポンです。はい、あ、パツが効いたしました。よかった、当たりじゃなくて。そうですね、うん、ここが、はい、あ、ここでもうそうだったんだ。そうですね、いいシャンテンでしたね。俺なんとなくとも押さえてたんだ。ここでいいシャンテンでしたね。すぐ出たらすぐポンでしたね、変わらず。あ、ってことはそのトン泣かしたら手変わってたかもしれないんだ。そうですね、変わってましたね。この辺がつもぎりだったから。ゴローマンがそうだね、つもぎりだったから。リーチですって。何も捨てるものがないじゃない。何も捨てるものがないってことはテンパイじゃないですか。いや、テンパっちゃったの。テンパっちゃったの。嫌だねこの人は。参ったね。よ。よくテンパってますね。うん、本当だよね。よくテンパイが入っている。笑顔っている。でもテンパったから前に出て放銃とかもあるじゃないですか。まあ、ね、うん。だから手が良くないから降りられる。から失点が少ないっていう見方もできるんで、そうね、うん、なんか一概に上がれるのが一番いいんですけどね。そうなんだよね、うん、で勝負手が来てるのになんか嫌で折れちゃうともあるじゃん。そうするとなんか運逃げるよね。あ、そうですね、うん、これこそ弱ったね。弱った。あ、弱っている。プーさんが弱っている。いらないものがないんですか。いや、いらないものはあるんじゃないか。ないことないんだけど切りづらいんじゃないか。いや、降りたくないんだろ、テンパ崩したくないんだろ。もう私このままこのままで変わらないから。じゃあテンパイだ。もう私もリーチです。もうリーチなの。私もリーチです。でもポンしてるからできないけど、リーチです。もう一切手が割れないですね。あ、本当。ちょっと言い過ぎたかもしれない。どうしようね、したらね、リーチか。テンパったらだってリーチかけないじゃないか、うん、勝負だもん。テンパるわけないじゃない。なんでうつつくんだよ、じゃあ。強いね。強い、ズバッと、ズバッときた。よし、あ、一発も。あ、お、一発ないです。うん、ポンした。あ、そうか。あ、泣いてくれたから来たんだ。はい、赤い。年品2も赤ドラ。うら、乗ってる。跳ねまん。3,600円。出だしいいね。出だしいいですね。コースタート。アキさんが一生懸命まずまずしたから。混乱したから。2000バック。高井さん。負担はね、6000点です。6000点です。負担は6000点払ってください。はい。偶然なんだけど、ニャンピンが入ってリーチよ。ああ、夢じゃないですか。夢来てるんですか。
ああ、ごめん。大丈夫です。再生可能ですね。再生可能です、ね。可能だね。はい。よかった。そこに。高橋さんのために前に出そうと思ったら、うん、よくあるあるなんですよ。良かれと思ってやったのに。あのプロも捨てようと思ってこうガサッと崩す時あるよね。あります、あります。あ、こっちか。ついこの間M リーグってやつでもやってた。あ、そう。ぐしゃーってなってた。なかなかないぐらい綺麗にくしゃーってなってましたね。うん、あれチョンボってないんだ。もう一回やり直すんだ。あります、あの種類によってチョンボになるかならないかがあって。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あれでもなんかチョンボって展望払った方がいいよな。そうですね、うん、なんかせっかくいい手もらった人それでダメになるじゃん、うんうんうん、お前のせいでみたいな。そうそうそう、ね、倍満だったのにとかね。で、すいませんで終わってるから、すいませんじゃねえだろうと思って。すごい、すごい怒ってる。いや絶対そっちの方がいいなと思って。そうですね。チョンボどうしてそんなシステムになったんでしょうね。あ、全部チョンボか全部やり直しかみたいな感じにしたらよかったのに。だから罪の重い軽いがあるのと一緒じゃないか。そう、だからそういう、そういう概念を入れたってことじゃない。だってほら、犯罪を犯した人すべて死刑っていうわけにいかないでしょみたいな感じじゃん。まあそうだけど、ゲームだからさ、うん、いやゲームだからこそじゃないの。だってポーカーとかはないでしょ、そういうの。だってせっかく自分にいい手が来たのに、うん、それもう一回やり直しっていうのすっごい辛いじゃん、うんうん、なんか4人でやる競技だからそういうのが発生したような気がしますね。1対1とかってないじゃないですか、そういうの、うん、チェスとか将棋とかって、うん、リーチだよ、今お話ししてたのに。失敗したな。お兄さんの顔見てうんうんって言ってたけど横に曲がってた。見てた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、まだまだやれ、まだまだやれ、はい。定期的に焦らされている。いつもはゆっくりなのに。そうなんだよ。あ、前に出たくなってしまう、こんな手で、こんなしょうもない手で。秋さんも親だからな、ちょっと頑張らないといけないな。これ打ち頃みたいな感じの手だ。こんなしょうもない手でっていうのは私の手牌ですね。あ、でも何回行きたい時ってあるでしょ。うん、基本的にはまっすぐ行きたいんですよ、うん、なんか降りたくないんです私あんまり。そうなんだ、うん、あ、なんかいや手牌によるんですけどもちろん、うん、なんかなんどうにかできるんじゃないかって思っちゃうんですよね。あ、そうだよね。でも、うん、やばい、親も来てる。いや2回か。あ、でもあれだな、 延命措置、延命大事。あ、くっついてる。そう、くっついてるのよ。くっついてる、これ。くっついてる。とりあえず行ってこい、これ。あ、いや4件。あら、あ、あ、ドラン。あ、びっくりした。ドランドランってやつです。まっすぐ、まっすぐ行ってるね。まっすぐでござる。リーチかけた後にドラいっぱい来ると困るな。うん、ここまで待ってないよな。1,2,3,4,5。待ってる間に積もっちゃったらね。いやもうこいつは切れねえやみたいな。超ド級の牌がある。そうなの。超ド級の牌ないな私今のところ。いやちょっと、まあ、ないこともないけど。でもこれは切れねえだろって思いながら行っちゃうときってある？ちありますね。もうもうしょうがなくて、もうしょうがないっつって両面を泣きました。両面の現物を。あ、それは確実にもうテンパったね。テンですね。ね、そうですね。高橋さんだってよ。ちからのテンです。テンパだって。はい、テンパ。俺だけじゃないよ。好きなの？ん？何も好きなの言ってください。あ、いいですか？好きなも言うの？好きなもの。なんだよおい。これがいいの。怖いなおい。あ、びっくりした。た。いや、ちょうど9はこっち。なんとかこれを切らずに。通っちゃったな。だいたいもう。そんなにあるの？いや、あの、今通ってる筋を数えてるんですけど。ああ。結構通っちゃったなと思って。何でも通っちゃうんだよね。うん。
おいおい。ロンです。あ、3900点です。カンチーソーに負けてんの？はい、カンチーソーに負けましたね。リアンパーソーよこれ。はい。なんとかウーソーを切らずに転がろうとしたら。え、3900。はい。これは1000点です。あ、ごめんごめん。あと2900点ください。はい。はい。はあ。なんだ、久しぶりに早いといい気になったのに。羽は上がったじゃないですか。確かに。羽はね、上がって。ました。ドローはいい層。いそきっちゃん。ドローはいい層。ピーポー。ピーポー。せかしてるよ、高橋さん。違います、あのセットが終わりました の、 あの、妖精からの合図ですね。小人から、小人からの、はい、仕事終わりました、はい、できました、はい、今日の業務終了。早う打てやでも確かに、ね、小人さんにとっては一日がすごい早いのかもしれない。そうだね、終わったらもう、うん、そう、これが一日。そうで、ガシャーンってあれだ。犬と同じで1日で1日で4年分ぐらいなのかな、うん、かもしれないね。あ、ドラですよ。あ、これドラ？ドラでした。ドラですね。あ、やめます。でもいらないから切ったんですよね。はい、まあまあまあ、効率のうち自由でしょ。いやいや、もう自由に打ってもらって大丈夫です、ね、でもね、さっきみたいにシャーって切ったらまたシャーって引くかもしれないから、確かに取っておいたからまた言いそうってなるかもしれないし、次出てくるかもしれない。確かに、うん、次もう使い切んなくてね。結局いらない、いらないから来てるからね。いらないから、うん、そうだね。今端っこにあったから来てるけど。そうそう、端っこの孤立杯だから切ったけれども結局いらない。でもいらない杯を切るべきだよね。まあそうね、うん、だっていらないんだもん。回り回ってそういう結論に達する、うん、ドラ大事にするとろくなもんじゃないよ。そうなんですよ、足手まといなんですよ、うん、私はでも結構大事にする方ですね。そうなんだよな、使い切ろうと。いい班あるとね。、うん、なんだよ。怒ってるの？怒った、もう怒ったから切ってあげない。切ったものに来るんだ、こうやって言ってくれよ。そうです、ね、大事にするから。今まで捨ててきた女の子たちもそう言ってるかも。なるほどね。いや、捨ててきたんじゃなくて去っていったんですよね。去っていったの、うん、じゃ縁がなかったんですよね、うん、ご縁が、お別れした人とは縁がなかった。来世で、そう、別れた男は死んだものと思うと。そう。おお、ごめん、まあ、大きいですからね、このタクが。そうだね、ちょっと大きい、うん、普通のやつより大きいですね。これだから中国製でしょ。どうでしょうかね。あんまり見たことないメーカーなんで。確かに、でも国内だとちっちゃめに、うん、ちっちゃいもんね、今作られるんですよね。で、しっかり作ったらしいね。そうですね、うん、やっぱ日本の家屋って基本狭いじゃないですか、うん、だからなんか家庭用自動宅はちょっとちっちゃめに作られてますね。でもあれ家庭用で、俺麻雀台買って覚えてたけど一回も使わないで。そういうこともあります。まあまあ、まあ、うん、そうですね。だからうちで持っててもあれ結局やんなかったもんな、呼んで。うん、4人集めないといけないですからね、うん、4人麻雀は。でも4人必ずいたんだけど、やらないうちに離婚しちゃったな。そういうこともありますね。あいつテンパってるかもしれないですよ。なんで？いや、なんでって理由あんの？あれですか、安牌が出てきたからですか。三枚芸能、ここで嫌になっちゃったって言ってたやつですよ。そう、ああ、そういうことまで、あれおかしいですね、全部手が出てきましたね。いや、ブーさんからさっきのイーソが出てこないなと思って。ねえ。確かに。さっき言ったイーソが出てこないとか。使ってんの、イーソ。
あれ秘密で秘密主義ですね参ったねこれは参っただからイースを捨てろよ邪魔だからイースを捨ててくださいイースを捨てるのうん当たるから本当に当たるかもしれない本当当たっちゃうのうん当たんないよ当たんなかったですないものだってよかった優しい使えないの握っててもしょうがないだろそうだ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 あれこんな最後の早くるかね本当だ、まあ、4枚あるね、もうないですねこんなことがこんなことがえいいのが入ったいいのが入りましたいいのが入ったので気をつけてくださいテンパイですテンパイか買い初めのなるほど役なしテンパイってことねうんいい線いってる、はい、いや、役なしではないかなあるんだろうな、やっぱり役は、ねうん、タイヤ王の短期待ちだな、まあ、お強いとこ来るんだよ、高橋さん方向はいい方向性は合ってる方向性、まあ、ベクトルは合ってるかなベクトル、うん、何を偉そうにそっと捨てたね、うん、そっと捨てましたマンズの真ん中あたりを真ん中あたり真ん中あたりか5が真ん中だもんね5は真ん中ですね真ん中あたりですねあたり合ってる、はい、真ん中近辺真ん中近辺予想外に進みました4枚目うん俺は止まっちゃったなまたピタッとこれ入ると当たるじゃないかこれなんとイーシャンテンだとでもほら有効牌が少ないからやっぱ止まっちゃうように感じるよねうん、あうん、あれこんな余分なもん来るよ余分いやなんで笑うんだよ余分とはブーさんはいつも参ってる気がする。参ってんだよ。口では参ってんだよ。あ、口では。口だけですかじゃあ。参らねえんだよ。そうですね。だってこんなローピン。積もりました。あ、300、500。おー、スワンコみたい。スワンコみたいな積もり。本当ね。あれ、酸素ないはずだな。酸素ないんですよ。酸素ないですね。途中で積もりました。数がめっちゃ安い。300、500。すごい、すごい高そう。いつぐらいですかこれ。ね、スワンコなのに300点です珍しい300点です8つ持ったら2400点なんです高いじゃんあ、そうなんだインソーと8の参考になってあのインソーって切られたところでこちらでございますここです自由だね、お宝イーソーって切られてイーソーって引いて危ないところだった、うんうん、チートイってこといや、あの、うん、い、うん、うん、1、なんだろうなリャンソーと、なんかウーマンのくっつきみたいな感じで、うん、白ジャン刀でドラはね、ハツですねはい、ドラはハツチューンハツだって言ってんのにチューンってことないだろハツねハツです、うん、ごちゃごちゃ、緑ちゃんごちゃごちゃしてるやつです白髪チューンですね三元姉妹髪って何こうやって一枚持ってんのかなんでなんでだいたい自敗のドラはみんなで一枚ずつが平和だよねまあそうね、まあ、やっぱ自分が持ってないとやっぱ誰かが統一なのかなって思うよ、ね、思っちゃうそうだよね、はい、もう嫌になっちゃう、はいうん、もう一枚でも引いたらもうこの世の終わりでその時ついてる人のとこ行くからな必ずそうなんですよねやっぱり、うん、そういう巡り合わせまあしょうがねえんだけどさ、はい、
これまたチーワにくっつくんだろうなこれ。すごいネガティブじゃないですか。羽も上がってますから。さっき今日はよくチーマン切ったらパーマン引いてるから。そうなんだよ。何度も引いている。何度も見ている。何度でも繰り返す。私は何度でも繰り返す。これはあれかな、いいのか悪いのか分かんないなこれ。下手に泣いたり、ね、下手にあれしたりすると、ね、あ、あれそうか、親亡くなったんだよね。はい、亡くなりました。簡単にね。簡単に亡くなった。これね、こうやってくるでしょ。本当に引いてる。すごい。あ、でも私も急に8を引いた。呼び込みかな。うん、呼び込みかもしれない。また人の思いの話する？いや、思いの強さの。あ、思いの強さ。思いの強さの話。そういう話するから。いや、物理学だから。あ、そうですか。うん、みんな大好き科学のお話。こうやって被るんだよな。麻雀やってたってことは、お父さんお母さんも。おじいちゃんおばあちゃんもやってました。あ、そうなんだ。みんなやってました。ああ、そっか、麻雀一家か。そうなんですよ。元気よくポンと言った。トン泣いたのか。トン、ダブトンですね。ダブトンだね。ダブトンです。ほら、こういう風に来るんだよ。私が9枚引かされるところだった。危ない。危ないところだった。あ、こういうの捨てちゃいけないんだな、後で安全牌に。あ、そうですね。でも この人には通ってないんで。確かに。そうか、うん、親に。あ、出てないもんな。そうですよ、親に泣かれたくなければ。高橋さんそういうの考えてないで振ってんだろうな。強気の B です。いらないで。いらないから振ってんだろうな。いらないもん出しちゃうんだ。いらないもん切ったらええねん。じゃあいらないの振ってみよう。あ、いらないもん切ったらいいんですよ。ポン。あー、強気のヴィーナスか。いいか悪いか言ってやるな、ボタン。今重なりました。こんなカスだよ。東芝府中。危ない。勝負だ勝負だ。降りるぞ。どういう脅し。いいのか、降りるぞ。ああ、もう降りたい、本当に降りたい。でもテンポ合ってんだよね。どうでしょうね。まあそいつは言えない。入っててもそいつは言えないですよね。そりゃそうだな、秘密だろうな。まあまあ、統一落としの後に手出しが1個入ってる。こんなのどうですか。大丈夫ですか。大丈夫。もうやだ、マジで。ひどいよなこれ。そっぽ向いてました。そっぽ向いてるうちに切ろう。早く切った方がいいですよ。早く向こう向いてるうちに。そっぽ向いてます。最終手だし、リャンマンだもんな。三ピン統一落とし、一枚浮かせてピンズは一面ツオア、上があるかもしれない。想像は上、上というか中頃から上。もうリアンソーさんと取ってるかな。結構きつい。もう降りたい。もう降りたい。ルミさんはもう降りたい。さっき取った四四枚切れの四枚目。もう降りたい。これは余ってるってこと？マンズ。マンズの本質かどうかは不確定です。ドラドラだから。なんかさっき言ってたじゃないですか。でも途中で重なってたから分かるんですね。あ、ドラか。そうです。で 1個切ってて、なんか2ささしみたいに、なんだろうな、ドラなの？これドラです、はい、あ、言わなきゃよかった俺。待ってドラ、でも多分変わんないんじゃないですか。恋人なんで。いや、さっき言ったよ、ドラはハズだよって言ったのに、はい、ね、上がったらマンガンからです、うん、上がったらマンガンからだから赤いのが 2枚あったなんかすると、ハネマンですね。ほら、言わなきゃよかったね。時間がかかる。でもチーピン通ってて、多分ピンズは通りますよ結構。っていうかもう通ってるし。ピンズは全部通ります。あらよ、
ピンズ全部大丈夫、うん、ピンズは全部大丈夫ですね。いやでしょう、だから行ってみよう、うん、リーチ。あ、かっこいい、かっこいい、もう勝負だ、しょうがないな、勝負、勝負だ、勝負だ勝負できるような、その大した手じゃねえんだよな、これ。いやでもリーチは強いから、リーチは強い、一発と裏があるから、それだけでも、はい、中筋つい絶対に切りません絶対に切りません。パッソですか、パッソなんか絶対に切りません。あ、パーソー危ないってこと？パーソーは危ないです。くー、ブーさんにしか通ってないし。危ない。いけ。お、男前。あ、同じ。あ、もうダブトンなんか絶対ポンしない。絶対ポンしなきゃよかった。ねえ、いやでもさ、ポンシャンテンでさ、うん、ダブトンのみでさ。するやろだって。まあ赤引くかもしれないしね。4枚入ってるわけだしさ、うん、赤。するする。あ、これこのトンでテンパイだったの？テンパじゃないです、なかったの、ポンしていいシャンテンでした。あ、でこの何一枚切れの何とか、まあ、あのしょうもないところが統一だったりして、上がりで見ると結構厳しいんですよ。ああ、そうか、そうなんだ。そうですね、まあ、みんなと絵が合わないと。だいたいでもポンするとみんなテンパってんじゃないかなって思っちゃうな、俺。うーん、だいたいプロとのそうじゃん。まあまあ、でもそのポンしてテンパになるように手を組んでて、うん、でっていう形が多いですね。だからそのポンできなかったりテンパイしなかったら降りられるようにみたいな手の組み方が、やっぱそのリスクが少ないというか。でその泣けばいいのに泣かないっていうのもあるよね。そうですね。あ、危ね大丈夫、ピンズは全部飛んで飛んだ。あ、本当か。だって2、4、3、1、2、3、4、パッキュー、7パッキュー取ったでしょ。まあ、5だけションパイだったけどね。一応シャンポンがイーマンとウピンとかね、シャンポン一応残ってるけど、でも3ピンだからな、うんうん、だからピンズはもうできている。あ、危ない、やべ、大丈夫、びっくりした結構でした。あ、急走と通しました。急走もしかしてイケメンじゃないですか。急走通してくれたの、すごい。しれっと言ってた。すごい、また通した。通してくれてる。優しい。おや？おや？いや、4とのスライドですね、普通に。海底か。海底か。ずらせないもんだって。ずらせなかった。あ、ロンド。あ、お、珍しいですね。すごい、すごい街。いいと思ったんだけど出てこなかったから。じゃあ秋さん数万、え、今数万、あ、数万リーチ一丁だけだ。これテンパねんのかな。テンパねないですね。ないです。積もればテンパら。あ、積もれば。はい。26。リーチドライチ26。26でした。はい。お、ブラドラ急走でしたね。うん。うん。急走だった。2600点です。2600点お支払いしてください。払うとかしぶしぶ払うんじゃないとな。すげえ嫌そうですね。うん、すげえ。自分で補充したのに払うのが嫌なの。これ現金じゃないのに払うのしぶるんだよな。確かに。と2000点です。はい、ぴったりです。ぴったり。はい、どうぞ。はい。こちらのお客様から届きました。機嫌悪くなっちゃった。